It's, it's great to be here at, at uh, JVC Studios, and um, you know, there's, there's a partnership between iFi Audio and, and JVC uh, Kenwood uh, and Victor, the studios that we're at, the famous recording studios in, in Tokyo. And I'm joined with Mr. Hariyuku uh, Akimoto. Hideyuki. Hideyuki, <laughs> Hideyuki <laughs> Akimoto. <laughs> yeah, yeah. <laughs> ah, my, my middle name is AK. Okay. Yeah, please call me AK. AK. Yeah, okay, yeah, okay. Yeah. I'll call you AK. Okay. That's yeah. fantastic. Mm. So, um, AK is, um, is uh, part of the technology research group for the um, K2HD program. Um, and IFI Audio is really proud to be involved in this with you. Um, so, can, can you tell us a little bit about um, K2HD and, and its history? Where, where did it come from? Okay. Uh, K2 の、えー、と開発のきっかけとなったのは、えー、とスタジオエンジニアの、えー、とオリジナルマスターをデジタルコピーすると音が変わるという訴えからです。うん、で、その当時は、えー、K2 もうなかったですしあの、デジタルコピーしても全くデータは変わらないので、音が変わるはずがないというのが、えー、常識の時代でしたから、全くそのスタジオエンジニアの声は、 聞いてもらえませんでしたでその中で、えー、と唯一、えー、j b c、K、ウ運動の技術者がスタジオエンジニアたちの訴えを、まあ、真摯に受け止めてくれてその原因を究明して、えー、その改善策として開発されたのが K2 の始まりになります。うん、ですから K2 は、えー、とスタートはデジタル信号の伝送系の技術高品、えー、伝送技術からスタートして。 その後にデジタル信号そのものを処理する高音質化技術というところに進化をしていったという歴史があります。で、k t h d は圧縮や開放マットへの変換で、変質劣化したデジタル音源を周波数帯域拡張という処理で、オリジナルマスターと同等まで復元するというもので、先ほど申し上げた高音質化技術の 最新技術になります。うん、でこれまでに K2 はさまざまな技術を開発してきてますけども、えっと、K2 の理念は一貫していて、えーまあ、派手な誇張はしない無理な加工はしないということで基本的には、えー、元の状態に戻す復元するそれから変質させないオリジナルのままというのを一貫した、うん、まあ、えー 考え方としてて持ってますですから、えー、今まで K2 が長い間、えー、たくさんの人たちに指示をされてきたのは、まあ、この揺るがない、うん、基本的な考え方があるからだなというふうに私たちは思っています。ファスナティングヒストリーファスナティングヒストリー。 With the K2 technology, is there a specific uh, instrument that is very difficult to reproduce that K2 HD really works with, or is it a much wider application? K2 HD is time-axis processing. There is no other K2 original method あの、まあ、詳しい技術的な説明は割愛しますけど、あの、K2 の考え方は非常にアナログ的で、元々の波形が変質劣化するとどんどんこうサイン波に近づいて、それを K2 の力で、不形波に近づけるということで倍音を復元しています。ですから、K2 は無理に広域成分や倍音を付け加えたり生成するのではなく、 何しろ波形をオリニの形に戻すことによって自然に広域成分が復元されるというのを基本的な原理としています。それからもう一つ、すごく K2 で重要なことは、まあ、今ご説明したような基本的な原理はしっかりしてるんですけども K2 は最終的に、えー、K2 の効果を実際に音として耳で判断しているということです。でこの理理由は非常にに、明快で、まあ、どれだけ、まあ、原理的に 優れていても、特性がどれだけ良くても、まあ音である以上、最終的に聞いて良くなければ意味がないか。で、K2 の音の判断というのは、このビクタースタジオのスタジオエンジニアたちの、まあ、プロフェッショナルクオリティで行われて、まあ、エンジニアのそれぞれの好ききだ、嫌いだという好みではなく、あくまでもマスターに、オリジナルマスターにどれだけ近いかと。 Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. So we've had the honor of being able to put the K2 HD technology inside the Kenzai Go Bar. Yeah, and and this is a slightly different technique of implementing the K2 HD. Um, can you make any comments about? Inside the あの今回 iFi に提供させていただいた、えー、K2 パラメーター値は、えー、K2 を処理する特性で最大の効果が得られるように再考案したもので えー、このビクタースタジオのエンジニアに視聴評価をしてもらって合格したものです。これまでの K2 パラメーター値は製品自体の音に合わせて調整が必要でしたので、まあ、その意味では今回の K2 パラメータ値は純粋に K2 の効果を聞いていただけるが、まあ、初めてのパラメーターと言えると思います。合わせて、えっと、ゴーバー私も聞かせていただきましたけど 非常に音が素晴らしい。ですから、K2 特有の非常にこう繊細な表現、微細な表現力っていうのも GoBar ーーでご体験いただけると思いますし、かつ GoBar の,ーーのデジタルフィルターモードの GTO、それと,と K2HD を組み合わせこれは秀逸ですから、K2 の効果が十二分に 発揮されていますので、まあ、本、本来の音楽というのを十分にお楽しみいただけるんじゃないかなというふうに思っています。Mm hmm. mm hmm. so you really like the combination of the K. 2 H. D. and the G. T. O. filter, yes.、Mm hmm. so. this this is a this K. 2 H. D. technology is is really special. what was it that made you think. もうそれはもう iFi の K2 に対する情熱ですこれが全て <laughs> あのいろんな話し合いをさせていただく中で iFi の K2 に対する深い理解と愛情というのがひしひしと伝わってきましたですから最終的に iFi にとってではなく K2 にとって iFi に使用していただくことが Uh -huh. Thank you, thank you. So our last question, more general question. Um, you know, technology is changing, and digital audio is is now becoming more common with um, Wi-Fi streaming and lossless Bluetooth coming in. What do you think is interesting for the trajectory of of audio in the next two or three years? Where where do you think it's going? あの音楽を楽しむ手段が、えー、多様化して、まあ、しかも非常に手軽になっているということは、まあ、素晴らしいことだと思いますただその手軽さと引き換えに音質というところがちょっとなりになっていいるととこころろが非常に心苦しいところでもありますなぜならば私は音楽を伝える上で音質というのは一番重要なポイントだと思っているかすそんな中で 今回、K2 を搭載をしたゴーバーが発売されました。GoBar、えっと、ーーは音楽を手軽に楽しみながらも、音に対して非常に気を使ってもらっている商品です。ですから、ゴーバーのような商品の登場や、それから重要なのは、そういう製品をリリースしていくという企業、その姿勢こそが、 まあ先ほど申し上げた失われてしまっている大事なものをまた取り戻してくれるんじゃないかなということを今回私は改めて認識することができましたですからアイファイにはこれからもそういう製品をどんどんリリースしていただきたいですし K2 は全力でそれをサポートさせていただきたいというふうに考えています、うん、That's really interesting to hear what you think because JVC Kenwood are so connected to the hi-fi and the professional audio industry for so many years so to kind of get some of your thoughts of the future is really interesting um, adeku uh, thank you very much yes. for the interview and i wish you well and everybody at, at jvc kenwood thank you